太平の世が終わりに近づく文化文政時代のこと。これは江戸を彩った浮世絵師たちの物語。お、善次郎、ちょうどいいや。なんで、としさん。こちら、初さん。知ってるだろう、トトヤ・ホッケー。トトヤ？北斎先生のお弟子さんの？そうそう。これから北斎先生んとこに挨拶に行くから、おめえもどうで。かつて総理美人を流行らせ、五国寺で120畳の大だるまの絵を描き、最近じゃ馬琴と組んで江戸の話題をかっさらってる。あの北斎。行く行く、行きやす。ちょいと待ってておくんな。北斎先生、どんなお人だろう。ちょっと変わり者だとは聞いちゃいるが、絵師なんてそんなもんだ。絵を見るに大胆にして繊細、龍子のごとき荒々しさとたおやめのような優雅さが同居するような御人、想像つかねえや。ああ、北斎先生、先生、今会いに行きやす。おーい先生。神器くせえ胸割り長屋、ここに。先生、オッケーです、入りますよ。なんだ、くせえ。埋もれちゃいねえな。げっ、ホッケーさん、家を間違えてんじゃ。ここは人の住処じゃねえ。ぜん、気持ちはわからん。俺も最初はオデレーター。は？それはそうと、お留守のようだし、とにかく外に出やしょうぜ。しらみにたかられそう。お、なんだこのジジイ。俺よりでかい。六尺はあるか。武骨で品がなさそうだ。ああ、そうか。ここは北斎御体の取り次ぎ所ってか。珍しくお出かけでしたか、北斎先生。ホッケーに叡山か。そっちのひょろいやつはなんで。私の弟子のような、弟分のような。池田。善次郎と申します。理想と現実がかけ離れてるなんて珍しくもねえや。気をしっかり持て、この機会を逃すな。北斎先生、私の絵を見てください。若えのにやるじゃねえか、とか言われたり。ふん、下手くそが。それはちょいと前に書いたやつで、最近のもあるんですよ。クソだな。あなたの目は、神羅万象をありのまま捉えるすげえ目だ。しかし、俺の目は未来を見せる。この眼にその絵は、天下取りの絵に映る。なっ、叡山よ、おめえずいぶん面白いひよっこを飼ってんじゃねえか。いやあ、どうにも負けん気が強くて。おいひよっこ、好きな時に俺んとこ来ていいぜ。笑わせてくれや。ホッケー、叡山、変な。俺はニワトリにはならねえ。ひなはひなでも、鷹のひなだ。後に慶斎叡仙と名乗る浮世絵師池田善次郎と葛飾北斎の出会いである。時は文化8年1811年。浮世絵界は乱熟期を迎えようとしていた。よう、俺は小次郎ってもんだ。ここじゃ漫画のおまけ程度に江戸の風俗を解説してか。善次郎だがよ、記録によっちゃ善次郎や善次郎になってるが、別に誤字じゃねえ。江戸時代は
今ほど名前にこだわりがなかったのよ。誕生時、大人になった時、就職した時、女性は嫁ぎ先で呼び名が変わったりと、まあ何かの節目や環境の変化で名前は変わった。一生名前が変わらないやつなんざいなかったのさ。俺は今日から丸々だと言いやそうなる。とはいえ周りが呼び名に困るほど改名するってのはさすがになしだ。誰を指してるのかを分かる。名前として最低限の役割は果たさねえとな。現在のように名前が固定されたのは、国が管理しやすくするように戸籍を整備する必要が出てきたからさね。自由に改名できるのと固定されてるの、一長一短かね。皆々様はどっちがいい？俺はしばらく小次郎で行くがよ。そうそう、別の動画でこの小次郎が浮世絵と江戸についてもっと広く深く解説してるんで、よかったら見てくんな。概要欄にリンクを貼っておかな。それじゃひとまずあばよっとくらー。